実は我が家には先祖代々で受け継がれている家紋があるのよ。へえ、かっけえ。うちの先祖って偉人だったの？ええ、有名人なのよ。マジ？名のある将軍が可愛がっていた女性たちの下着を盗んで町で売りさばく大商人だったのよ。え？最終的には女風呂を除いて打ち首になったのよ。いや、最低やんけ。先祖がエロい事実知らされるのきつー。で、その孫である父原の時平は日本で初めて盗撮をしたのよ。いや、先祖代々エロいんかい。脈々とエロ継がれてんちゃうぞ。ほんで家紋よう見たらパンティーやないか。